はい、皆さんこんにちは。今回 AIO16 を開発しました松本機械の奥野です。今からですね、高松機械さんの新製品である XT8MI、それから松本機械の新製品の AIO16、この2台の機械のコラボレーションの説明をさせていただきたいと思います。高松機械さんの XT8M、 これは8インチの12インチマシンですけれども、超コンパクトな旋盤となっています。でそれにですね、今回松本機械が開発しました AIO16、ストッカーとロボットが一体となったシステム、このシステムの説明をさせていただきたいと思います。まずこの AIO16 ですが、これまでワーク交換を行った製品というのはたくさんあったと思いますが、今回大きな特徴として爪の交換 QJC まで含めた交換をするという、全く新しいシステムと言っていいかと思います。ここに置かれた爪が、交換用の爪です。で常に、トレイの上には、爪とワークが一緒に載せられています。これによってですね、爪とワークを間違ってつけたりといったことを防ぐ、そういったシステムになっています。それから、もし爪の付け間違いとかそういったことがあっても大丈夫なようにですね、この中に爪の中にはですね IC チップが埋め込まれています。 IC チップはあそこにあるセンサーで読み取って、間違いがないか、爪も、1,2,3 とありますので、その取り付け順番も含めて確認をしております。それからですね、ハンドジェンチ機能を持ってまして、ここに見れるのが、ツール交換用の爪交換用のチェンジャーです。でその他にワーク交換用のハンド、ここが1個と、それから予備用の2個、合わせて、3つのハンドを持って、交換していくようなシステムになっております。ロボットは、ファナックの AIO16 と16キロ下半のロボットを採用しています。トレーの出し入れはこのようにですね、ロボットのアームが、使って出し入れをするようになっています。今ここからですね、ハンドチェンジ動作に入ります。今ワークの、ハンドを置きます。ここで爪交換用のハンドに、取り替えていきます。でこのハンドがですね、機内の爪を交換するという形になっております。大きな特徴として、機械と、ストッカーの間は、1本のケーブルで結ぶのみで接続されています。またこのシステムは、NC を選ばないという形で、いろんなシステムの、NC に接続できます。特にですね、旋盤側のラダーの変更が不要なシステムになっています。これによってですね、このまま隣の機械へ移してすぐに稼働するということもできるようになっています。それもあってですね、稼働できるようにですね、下にはキャスターがついて人が押していけるような形にもなっています。自動運転中であってもワークの交換ができるようになっています。今2キロのワークが10個乗ってますが、最大ここには70キロまで搭載が可能です。これが前後に出せるようになっています。で新しいワークに変えて完成品を取って素材を乗せて再投入すれば自動的に動き出すという形になっております。ただいまからストッカーをスライドさせます。ストッカーは20キロでクランプされています。繰り返し精度はコンマ1ミリの精度です。女性でも簡単に移動することが可能です。